新川は山口県宇部市中心部を指す地域名称を。旧宇部村の中心地であった上、宇部地区に対し明治期以降に真面目川両岸に形成された市街地全体を指す場合もあるが、本校では宇部市立新川小学校の校区について扱う。真面目川中央町交差点から見た平和通り、現在の住居表示あるいは大技の故障としては、 新川の名称は存在しないが、一般には、宇部市立新川小学校の校区に該当する、宇部潮あざ小串及び上町、中央町、愛い町、西本町、松島町,町、旭町、南小串、西小串、東、小串、下町、新町、島、若松町の一体を指す。河川名としての、新川とは、 現在の真面目川に相当し、真面目川の岩川口付近に形成された外区である。このエリアはもともと沖の山丹港の北側に位置しており、後の宇部高山及び関連する施設群がこの一帯に立ち並び、そこに従事する人々が集まることで繁華街が形成されていった。宇部市の中心駅でもある宇部新川駅と宇部高山との間には、宇部中央銀天街、 三丹町商店街、高山通り商店街等の商店街があったが、これらは、炭鉱の閉山や郊外地域への大型ショッピングセンター出店の過程で衰退し、かつての賑わいは失われている。このうち生活用品店が中心の商店街であった三丹町商店街は、炭鉱労働者で賑わい、アーケードも設置されていた。しかし、炭鉱が閉山し、 石炭産業が衰退すると歩行者通行量が急減し、まだ郊外に大型 SC が出店していなかった1970年代には、すでに多くの店舗が閉店していた。2006年末、東端の都市計画道路上新川駅沖の山線の拡幅を契機に、老朽化が進み維持も、困難となっていたアーケードを撤去し、商店街組織を解散した。 宇部市営バスの三端町入り口バス停がかつての面影を残している。平和通り沿道、特に宇部中央バス停周辺では、宇部高産ビル等のオフィスビルや金融機関、マンション、ビジネスホテル等が立地し都市的と地利用が進む。一方、南部の工業地帯と接する宇部高駅跡地にはロードサイド店舗や平面駐車場があり、 郊外型の土地利用が行われている。地域内には、渡辺沖縄記念会館や宇部市文化会館等の文化施設が立地しており、旧宇部市立図書館とともに、宇部市における文化的拠点としての役割を担ってきた。公園の整備も進んでおり、渡辺沖縄記念会館の前面に広がる、渡辺沖縄記念公園や真面目川に沿って整備された、真面目川公園のほか。 土地区画整理事業の進行に伴い、恵比寿公園、大番外区公園、内堀外区公園、浜外区公園等が設置されている。また、山口大学医学部内には、山口大学医学部附属病院が立地しており、宇部高山中央病院が立地する、埼玉八区と、並び宇部市の医療における一拠点となっている。地域内の主要道路として、東西方向に海岸通り、産業道路、 浜バイパス等、南北方向に小串通り、高山通り等が通る。宇部新川駅は、宇部市における鉄道の中心駅の役割を果たしており、宇部駅を名乗った時期もあった。宇部市交通局、三田交通、船木交通の三社が乗り入れており、いずれも地域内にある宇部新川駅、または、宇部中央バス停を拠点として運行されている。地域内には、 村の東後の作品である建築物が立地しており、渡辺沖縄記念会館は国の重要文化財に指定されている。地域内は、戦災復興都市計画による、宇部復興都地区格整理事業のほか、新川駅制度地区が整理事業、小土都地区格整理事業等が行われてきたため、概ね都市基盤の整備が進んでいる。一方、潜災での消失を免れたことで、 闇市が形成され、そのまま商業地として定着していった中央町付近では、これまで土地区画整理事業等が実施されず、境内長いな街路に老朽化した建物密集する地区となっており、防災上の問題が生じている。このため、宇部市では、地権者との合意形成が行われた地区から順次、 都市基盤の整備を進めており、中央町三丁目都地区画整理事業が実施された、ほか、中央町三丁目住宅市街地総合整備事業が、事業中である。新川地区と宇野島地区にまたがる小串地域は、宇部復興都地区画整理事業が実施された宇部市の中心市街地に近接しており、無秩序な市街地形成を防ぎ計画的な都市基盤整備を行う必要があった。 このため、宇部市は1959年3月に、小串土地区各整理事業施工区域約170ヘクタールを都市計画決定し、同年7月に事業認可を受けた。1961年以降は、合意形成を得た地区から8工区に分けて、順次整備を進めており、2008年3月末までに1.25.68工区111.3ヘクタールの 事業が完了している。2011年現在、全員事業面積に対する進捗率は93.6%で、ある。宇部市は、当初、2015年までに、全航区の事業を完了させるとしていたが、財政難等の事情から第3航区及び第4航区では、都市計画から半世紀が経過したものの事業に、着手できず、周辺と比べて、 都市基盤の整備が立ち遅れていた。このため、桃山地区では、土地区画整理事業を中止し、下水道や区画道路などといった生活インフラの整備を優先して行う都市再生整備事業に切り替える機運が高まり、2006年3月には、地区内地権者の9割に相当する数の署名とともに、宇部市に対し事業中止と代替の環境整備事業実施を求める。 要望書を提出した。これを受け、市は、同年12月に、都市計画を変更し、同校区の土地区画整理事業の施行中止を決定した。都市計画変更に伴い、小串土地区画整理事業としての施行区域は、約179ヘクタールから約118.9ヘクタールとなった。2011年現在、第7校区のみが未着工であるが、 財政難等の理由から着工の見通しは立っておらず、事業完了時期は未定である。土地区画整理事業の中止に伴う代替事業として、2007年より整備に着手しており、期間事業として、都市計画道路中山西本松線、都市計画道路小串神原線、福音6メートルの区画道路の整備、照明施設の設置等が実施中である。このほか 生活道路、指定水路、下水道の整備、宅地造成整備、地区内の住居表示等の事業が2016年度までに完了する予定である。宇部市が事業主体となり、小串と地区画整理事業第6工区と同時に施行した。宇部市が2000年3月に策定した、宇部市中心市街地活性化基本計画に基づき、 地区の定住人口の回復と商業機能の再編等を目的に市が事業主体となり施行した。防災安全面で問題が生じている老朽化した家屋や店舗が密集する地区の早急な面的整備を実施するため2008年より宇部市が事業主体となって施行している。ありがとうございます。